今回も小島で走行練習となりますが、各店舗コースに特徴があって面白いですよね。はい、ということで、なかなかノーギミックで完走するのって難しいよね。前回に引き続き、この日2本目の走行練習となりましたが、この時のブレーキセッティングというのがこんな感じ。速度を抑えてリアブレーキのセッティングをすることで、比較的完走率は上がりましたが、それでもまだまだ着地が不十分。速度を上げるにも、今度はレーンチェンジが入らないなどして、なかなか満足する走りとはいきませんでした。それじゃあ今度、何かしらのギミック改造をするのかというと、どうだろうな。マシンのベースが長いと、これ以上の改造ってやりづらいんだよな。そのあたりが、個人的にあまり好きになれない理由ではあるんですけど、今後の改造についてはまた考えてみたいと思います。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。